ファラオファラオは古代エジプトの君主の称号しばしば王とはあやくされる。古代エジプトの君主の称号、君主号。真剣皇帝。古代エジプト語のペルアーが語源である。旧約聖書ではパロもしくはファラオという天舎で登場。クルアーンではフィルアウンとして出てくる。豊かなナイルガー流域を母体とするエジプト文明の 頂点に立つ存在がファラオであり、王であると共に現人心としても扱われ、絶大な権力を持つ。ペルアートは、大きな家の意味であり、王宮そのものを表す言葉であったが、転じて王宮に住む者、つまり、王を意味するようになった。第十八王朝のトトメス三世が王を指す、言葉として用いて以来、それが習慣化した。ヘブライ語で書かれた、旧約聖書においては、 パロ、プトレマヨス長などのギリシャ語では、ファラオでギリシャ語を経てヨーロッパ諸語に伝わった。トトメス三世以前の広告時代や中央国時代の支配者もこの称号で呼ばれている。王は5つの称号、ホルス名を持っていて、その中の個人に関係する2つの称号はカルトゥーシュの中に記された。ファラオという地位の概念も時代を追うごとに変化を続け、 次第に神格化していき、ホルス人の化身であるとされるようになった。この考えは、第五王朝以降には、太陽神ラーの息子であるとされるようになった。なお、一世紀頃のローマ帝国では、エジプトのファラオは、初代の王の名前でこれを代々襲名しているという、俗説があったらしく、ヨセフスはこれについて、ユダヤ古代史大エート間6章2節で、ファラオは、 エジプトの言葉で王や王権を意味する即位前は、格王は、個人名がちゃんとあって即位後に、ファラオと呼ばれるアレクサンドリアの王も即位すれば、初代同様、プトレマイオス、ローマ皇帝も即位すれば、カエサルと呼ばれ元の名前では呼ばれなくなると説明している。セベクネフェル、ハトシプスとクレオパトラ7世などのわずかな例外を除き、男性である。 基本的に継承権はファラオの娘である第一王女にあり、その夫が時代のファラオとされていたが20世紀初頭の研究により王子に継承権があったと思われる。通常は第一王子が時代のファラオになる。近親婚が好ましいとされた時期があり、第一王子の王位継承を正当化するために王位継承者である王子は第一王女を妻にめとった。 またこれは神話に基づく面もあった。必ずしも、近親相関によりこうなしたわけではなく、多くのファラオは即室をめとってこうなした。しかしながら、本当に近親相関を行い子供を産み、王位を継承した例もあることが、近年の遺伝子研究により解明されている。ツタンカーメンのカルトゥー主王の地位は、天空の神ホルスによって与えられ、後太陽神ラーのこと考えられた。 王は最高神官であると同時に最高軍司令官でもあり、理念上はすべての人民と土地を所有した。神の地上における化身とみなされたファラは、この神聖をよりどころに神々と人間社会とを結ぶ存在として、人間社会を含む全宇宙の調和ある秩序を保持する任務を課せられ、政治、経済、社会、文化、宗教のすべてを、 自らの手で動かすことを建前とする高度に組織化された中央集権国家に君臨した。一般的に高王国時代、中王国時代、新王国時代と呼ばれる期間は、比較的王権は安定し、神殿の建造を及び、シリアやノビア、リビアなどへの遠征も盛んに行われ、ファラオの権威は高く保たれ、反乱や戦勝者も少なかった。しかし、 ファラオの王権は時として必ずしも安定的な王位であるとは言えず、皇国時代の後の第一中間期、中王国時代の後の第二中間期、新王国時代の後の第三中間期及び末期王朝の時代にはファラオの王権は由来だ。プスンとファラオは神権により支配した。名前の一部にはホルス名、セト名といった神の名前が含まれ、 ファラオの関係している神や、その神官グループとのつながりを示す。ファラオは公式の場では冠を被り、普段はネメスと呼ばれる頭巾をつけていた。ただしネメスは王族以外でも着用されていた。肘を曲げて首を胸に置いて、腕を交差させるのがファラオを象徴するポーズであり、通常ファラオのミイラはこの格好をしている。なお、ファラオのこう見る冠あるいは頭巾は上下。 エジプト統一の象徴であり、コブラが、ゲエジプト、ハゲタカが上、エジプトを意味する二重感である。また、王の称号としては、ホルス名、ネブティナ、太陽の粉、上下エジプトの王名、黄金のホルス名があり、ファラオは上エジプトの白感、下エジプトの赤感、両者を組み合わせた二重王感、青感、ネメスという独特の被り物をつけ、手には上下エジプトを象徴する王爵を持った。 アラビア語でファラオは、おそらく、シリア語か、アムハラ語からの借用語と推定される、フィルアウンという。この、フィルアウンには、端的に言って、無慈悲な暴君の意味合いがある。イスラーム教の聖典、クルアーンにおいて、フィルアウンの語は全部で74回出現するが、特に2章47節から52節あたりには、デエジプト期において、モーセやイスラエル人に迫害を加えるファラオと、 同一視される、男児の殺害を命じるファラオ、海の底に沈むファラオについての描写がある。重症90節から92節あたりには、同じく海の底に沈むファラオが海心の言葉を口に、するも神に拒絶される描写がある。前近代のイスラーム教徒が持つ、否定的なファラオ感は、クルアーンに依拠するところが大きい。一方で、クルアーンの注釈書やタバリー、 マスウディなどイスラーム教徒の古典的な著作には、ファラオに関して、クルアーンにも、ヘブライ語聖書にも根拠を見出せない情報が見出せる。例えば、タフシー・イルガキでは、ファラオはアマレク人であると解説されており、タバリーはモーセを迫害したファラオがイラン系のイスタフル出身の王であると記し、マスウディはアブラハムやヨセフの物語に登場するファラオの具体的な名前を記す。 イスラーム世界では、ユダヤ教の伝説を基礎に、イスラーム教徒が7世紀以降支配下に入れたエジプトで、言い伝えられていた伝説を取り込んで、独自のファラオ感が、歴史的に形成されていったと推定されている。モーセ伝説におけるファラオは、海の底に沈む間際、信仰を告白しようとするが大天使がブリエルが泥を、その口に突っ込み、阻止したとされる。歴史的には、 このように神に拒絶されるほどの無慈悲さとは、どのようなものかをめぐって、神学上の議論があり、例えばムアタズイラ派が、ファラオに関心を持った。また、死を目前にしての改心というファラオ説話に内在する、真意については、ハラージュラスーフィーたちも彼ら独特の思考様式で、迷走した。スーフィズムではファラオを傲慢、貪欲、無反省の典型と考えることが多い。 19世紀にエジプト学が発展し、古代エジプト文明に関する知識が増大すると、伝統とは異なるファラオ感も現れた。現代のエジプト人は古代エジプト人の直系の子孫であるという立場に立ち、古代エジプトが担っていた世界に対する指導的役割や卓越した地位を取り戻そうとするファラオ主義が教育を受けたエジプトの一部のエリートの間で主張された。 現代エジプトでは、民を敷いたげる圧政者という意味で使用されることがある。例を挙げれば元大統領ホスニームバーラクが、ファラオと呼ばれた。一方で、サッカーエジプト代表を、ファラオズというニックネームで呼ぶように、肯定的なイメージで用いられる場合もある。ファラオの DNA の調査報告において、人種は公表されていない。ありがとうございます。